こんにちは、イルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。前はキャノン使ってた時はキャノンで安くていいカメラとレンズとかの動画をまあいろいろ作ってて、そしてまあソニーも半年以上使ってて、ソニーにもなんかないのかな、そしてそんなに予算がない人とかは何か安くていいレンズとかないのかな、純正でも安くていいレンズとかがないのかな、まあいろいろ使ってた、実はいろいろ使ってみて、そして実際にこの動画で多分ソニーだったら安くてこれはいいぞというレンズを見せる、そしてそれで撮影しているいろんな写真も見せるので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。ではスタート。OK、 実はもう横にあります。まあ、前キャノンの動画では、まあ、安くていいカメラは、まあ、今でも正直に言えば同じことを思ってます。キャノンの、まあ、5D Mark II Mark III Mark IV とかいろいろ出てるけど、いまだにコスパで Mark II がかなり優れてるなと思って、なのでまだ私も普通に 5D Mark II はあるし、まあ、サブとして使うことはたまにあります。すごくいいカメラです。そしてレンズは85mm の F1.8、 キヤノンの 85mm1.8、 まあ多分15年前に出たレンズなんじゃないかなと、未だに更新されてないすごくいいレンズです。そのコンビネーションで、その組み合わせでずっと撮影してました。でソニーもとりあえずレンズの話をします。カメラは、まあ、ソニー α7R3、 ソニー α7III、 つまりあの電池が大きくなって前のカメラは、まあ、正直には未だにそんなに触ってない。近いうちにちょっと触ってみようかなと思っているけど、とりあえずレンズの話をします。 85mm の F1.8 のソニーのレンズ、すごくいいレンズ。もし純正、どうしても純正じゃないとダメだとかっていう方がいれば、このレンズは間違いなくすごくいいレンズです。で私はもう2ヶ月ぐらいいろんな環境で使ってみたら、そして実際にそれで撮影している写真もいろいろ見せます。でも何がいいかというと、普通に結構シャープですごくピントが速くて、あとね結構まあ多分私が一番感動したところかもしれないけど、かなり軽いです。まあソニー α7R3 を結構あのピークデザイン のあれでベルトにいつもつけて外に出すけど、それはなかなかシグマのレンズでやることはないんだよね。シグマのレンズは 105mm とか 135mm はまあすげえいいレンズなんだけど、ちょっと重くて、だいたいそのレンズ使うときには、まあ、ストラップの方が多いです。でも、例えば中一光学 の 50mm の 0.95 とか、まあ、そのレンズはもうコンパクトだけど、若干の鉄でできてるから結構重いこともある。このレンズはかなり軽いです。もうびっくりした、最初持ったときに、え、マジってなったぐらいの軽さで、まあ、測ってみたら 410g ぐらいかな、415g。ぐらいになってた。もう結構軽くていい感じ。あとまあそれに比べてシグマの 85mm、 それも結構好きなレンズ、すっごくいいシャープでめっちゃいいレンズなんだけど、あの重いものはちょっと持っていけない時は、まあ、あのレンズは 1300g ぐらいになってるから、まあ多分これの3倍以上ぐらいの重さになってます。なので本当に軽い感じで、例えば旅行行きたいとか、なんか全然もうカメラとレンズ1本だけで行く、軽く行きたい時にはかなりあのいいレンズ、そして多分全然妥協とかもないんじゃないかなと思います。そしてまあ実はソニーの G マスターも、一番最初ソニーを借りた時も、あのその時に借りました。 G マスターの85の F1.4。 そしてこの前あの実はソニーのウェブサイトアルファユニバースに私の記事が載ってます。こんな感じの記事で、アルファユニバースで、まあ、いろんな面白い環境で撮影しているまだ未発表の写真とかいろいろ載ってるので、まだその記事見てない方はぜひそれも見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてその記事で撮影の中で撮影している写真も、あの G マスターじゃなくて、もうあえてこれがいいかなと思って、そしてずっとこれで撮影しててもあんまり特に違和感ないのかなと思いました。もうすごくいいレンズです。このサイズで、サイズあの小さくてめっちゃ軽くてめっちゃシャープで、
まあ、普通に軽い感じで撮影行きたい時には多分ソニーの純正レンズの中で一番おすすめのレンズです。 OK、 このレンズ他に持ってる方いますか？もし持ってる人がいればぜひ下のコメント欄に持ってますでも入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。このレンズの URL も、まあ、興味ある人がいれば下の概要欄に入れます。多分まあ一番私が見つけた一番安い値段での URL 入れようと思っているのでぜひチェックしてみてください。まあ中古で見てないけど、まあ多分 4-5万円ぐらいで買えるんじゃないかなと思います。 URL は下の概要欄に入っているのでぜひチェックしてみてください。まあこの写真も 85mm の F1.8 で撮影してます。そしてちなみにもし興味ある人がいればこのレンズソニーの85の F1.8 をもうシグマの 85mm の F1.4 と比較でもしようかなと思って、まあ、F1.8 でどこまで違うかどこまでシャープネスが違うとかどこまでまあ F1.8 と F1.4 のボケの具合が変わるかそういう比較動画もしようかなと思ってるのでもし興味ある人がいればぜひ下のコメント欄にその比較見たいって一言入れてくれたら必ず近いうちにその比較も入れようかなと思ってます。なのでソニーのコンパクトで安くて結構いいレンズもこのレンズはおすすめできるレンズはこれです。 85mm の F1.8 ぜひチェックしてみてください。まあ、ぜひ買う前に、まあ、どっかの量販店とか普通にヨドバシカメラでも行って多分普通に触れると思うのでそれかソニーストアでも普通に触れると思うので一回まあ自分のカメラにもつけてチェックしてみてください。そして何か質問とかがあればこのレンズの質問とか他の何か質問とかがあればぜひその質問も下のコメント欄に入れてくれたら嬉しいです。そして今日はこれで、2本目の動画になってるはずです。今この動画の1本前にもう一つ動画をアップしているのでまだそれも見てない方はぜひチェックしてみてください。その動画でソニー の画面がチルトしかないんだよね。チルト画面だけになってるけどどうやって一つの結構軽くていいものを使えばそれがバリアングルになるかの話をしているのと NPFZ100 の電池よりもさらに2倍3倍ぐらいパワフルな電池でどうやってソニーの α7R3 が使えるかの話もしているのでぜひその動画を見てくれたら嬉しいです。そして昨日は iPhone での日中シンクロ iPhone の使えば普通にめっちゃかっこいい感じの一眼レフで撮ってるみたいな感じで撮影できるのでそういう動画も昨日アップしているのでぜひその動画も見てくれたら嬉しいです。そして最後に告知が2つあります。まず9月には9月5日から確か10、5日から8日までぐらいかな URL 下の概要欄に入れます。プーケットに行こうかなと思ってもちょっと撮影旅行的な感じ で向こうでプロモデルももちろん用意するし結構いい撮影ロケもかなりかっこいいロケもあるのでもし一緒に行きたい方がいればぜひ参加誰でも参加できるのでぜひ参加してくれたらめっちゃ嬉しいです。まあ、詳しいどこまで費用がかかるとか、まあ、なるべく、まあ、抑えてるところが結構多いけどどこまで費用かかるかは下の概要欄に URL が入ってるのでどこに行くとか場所とかの詳細は全部入ってるのでぜひチェックしてみてください。そしてもう一つは8月末にもう一回ヨドバシカメラでセミナーをします。前回めっちゃ人が集まってすごく盛り上がったもうカメラの祭りになったんじゃないかなと思います。それでもう一回今ヨドバシカメラでもう一つのイベントをすることになりました。8月25日と26日はその週末でもう一回イベントをします。まあそのイベントでまた今回は 105mm シグマの 105mm の話とかもするし他の E マウントで出たシグマのレンズは結局まあアダプターを使うのと比べたらどこまで違うのか普通にまあソニー の純正レンズに比べてもどこまで違うか、まあ、結構また面白いライティングのまだ全然見せてない写真もちょっとサプライズもいろいろあるのでぜひ8月25日と26日もヨドバシカメラで会いましょう。
経営今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。そしてコメントめっちゃ楽しみにしてます。まあ、今月末まで、そしてまあできれば来月も、まあ、毎日アップできるようにはちょっと頑張ろうかなと思っているので、もっと動画見たい方、普通に撮影風景とか、まあ、いろんな動画見たい方はぜひイエイボタンで教えてください。ではまた次の動画で会いましょう。今日はソニーの私の多分一番好きな、一番なんかコスパがいいんじゃないかなと思ったレンズの話でした。そしてまあ動画の一番最後に、あとこの 85mmF1.8 で撮影している他のいろんな写真も入れるので、ぜひそれも最後まで見てくれたら嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、イリコでした。そして最後に今のライティング3灯使ってます。 LED ライト3灯1回全部消します。まあブラックボックスに近い状態かもしれないけど、多分これがあのモニターの光が今横で見てる、モニターで見てるからだけが残ってて、そしてこれが自分の光、自分のフロントから来てる光、めっちゃ大きなソフトボックスを使ってます。多分1メートルぐらいのかなりでかいソフトボックス。そして横からオレンジフィルターつけてます。オレンジフィルターで結構綺麗にエッジを入れて、そして背景に今回赤いフィルターを入れて撮影してます。で前の2灯を消したらこんな感じになります。もう一回こんな感じの照明で撮影してます。 OK、 最後まで見てくれてありがとうございます。まあ、興味ある人がいればこれから結構赤いフィルターちょっと外れてしまったこれからはまあいろんなかっこいいライティングで作ろうと思ってるので、動画の一番最後にちょっとどんなライティングを使ってるかもちょっと入れようかなと思ってます。では